生み出す利益と、はい、その失った資産の、あーなるほど、補填要素もあるんですよ。皆さん聞きましょう、こんな生々しいマスターズの話ないですよ、過去。いや本当に。はい、どうも、開封大好き吉浦です。どうも、ともハッピーです。はい、でこれがね、今回のコラボの最後の動画になると思うんですが、あ、そうですね、今撮影してて、はい、今もうね、夜でね、でいっぱい撮ったんですけど、最後なんですね、はい、で、やっぱり、まあ、ともはるさんといえばハレルヤじゃないですか。はいはいはい、はい、だからやっぱその、ハレルヤの商品をなんか買ってこないと申し訳ないなと思って。おー、ありがとうございます。1個買ってきたんですよ。はい、で、何買ったんですか。それはね、もうこれ見てください、ね、これモダンマスターズ初代。おお。3000円っす。3000円、安い。安いの？安いっすか。まあでもハレルヤが3000円って言うんだから、はい、3000円は安いってことなんでしょう、ね、いやいやいや、別にハレルヤは別に何でも、うん、何でも安い値段で勝負してる店ではないですけ ど、 これちなみにこれは、うん、その消費者側としてものすごい思い出があって、はい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 、まあこういうセットって今までなかったじゃないですか。そうですね、その再録スペシャルみたいな、うん、だからありとあらゆる店を回って1円でも安く売ってないかって俺調べたんですけど、はいはいはい、もう東京から名古屋、関西、全部回って、はいはいはい、もう全国共通1200円で、高いとこが1500円っていう、もうこの2種類しかなかったです、これは。へぇー、1300円とか1400円あんまりなかったの、ね、なかったですね、もう1200か1500しかなくて。はい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 。だからなんかいろんなとこ行って、安く買おうとしても全然無駄な抵抗で、1200円でたくさん買いました。はい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 。で、これハレルヤが、今のトーナメントセンターじゃない場所にあった時、はいはいはい。にもやっぱその大盛況で、あれもうそんなに昔ですか、はい、それもう6年前とかですよ。そう、で、あの時、レア価格じゃないですけど、はい、1100じゃあったじゃないですか。うんうんうん。あれで、あのね、ミスター、はい、500円じゃないですか、ミスターレアっ子。あ、多分そうですね。それでレアっ子の前身ですよね。なんか A 賞みたいなのでマニアックな話。そうそう、はい、で、それで、まあ A 賞みたいなので、はいはいはい、モダマス1パックだったんですよ。あー、で、まあ、500円でその、まあ、1200円ぐらいのモダマスに変わって、はい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 、やったーっていうことでショーケースから出してもらって、はい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 、その場でバリって向いたらタルモ出たんですよ。おお。で、その当時のハレルヤ店員さんにタルモ出ましたって言ったけど、あんまり感動してもらえなかったっていうのがありました、ね、冷たかったんですね、ハレルヤスタッフ、すいませんね。いや、どうもです。でも、はい、やっぱそういう盛り上がりがあって、なんかこの時期にすごい マジック取り扱ってるお店って活気づいたなってのがあって、うん、そうですね、そうですね。で、まあハレルヤもそんな感じで、うん、そのトーナメントセンターができたりとかで、これはだって店にとってめっちゃやばいでしたもん、ね、うん、はい、ただこれね、皆さんが思ってるほどではないですよ、はい、え、マジですか。何がいいパックって、はい、これでモダンの参入障壁が下がって、モダンが盛り上がって、まあ、はい、普段からこう店で大会出てくれるプレイヤーとか、はい、モダンが盛り上がってね、その後のこういい流れには繋がってるんですけど、これあんたら仕入れ値と希望小売価格に対して高く売りすぎじゃないみたいな、よく言われるんですけど、ね、もともとマジックのパックの利益率ってそんな高くないんですよね、はい、ああなるほど、はい、まあ、むしろ通常のセットなんて希望小売価格どころか、かなり割り引いた値段が当たり前みたいになってて、そうなると仕入れとその販売年の差がすごい少ないんですけど、はい、まあ、かといってモダマスといっても希望小売価格で売っちゃうと、まあ、そこまで別にめちゃくちゃ原価率が低い商品ではないんで、まあ、それでも利益は全然出ます。だから、まあ、希望価格で売れれば、はい、で、何が問題かというと、これで再録いっぱいされるじゃないですか。もともとうちなんて専門店でシングルめちゃくちゃ抱えてるんですよね、はい、まあ、リリアナ50枚とか全店で、はい、タルも100枚とかあるわけですよ、はい、そういうのタイミングにもよるんですけど、はい、すごい枚数の抱えてる在庫の値段が再録で下がっちゃうんですよね。確かに、それ毎年資産を計上してる、税金にもね、資産が増えたら税金払うっていう、その在庫資産がめちゃくちゃ値下がるんですよ、はい、だからそのこれが純粋に生み出す利益と、うん、はい、その失った資産の、あーなるほど、補填要素もあるんですよ。皆さん聞きましょう、こんな生々しいマスターズの話ないですよ、過去。いや本当にこれ逆に希望小売価格縛りでしか売れないとか、割引価格でしか売れないとかだったら、はい、本当に店はただただ再録で、はい、在庫抱えてるマジックに貢献しようとしてる店、はい、お客さんにとって便利な店ほどめちゃくちゃダメージくるっていう商品でもあるんですよ。あーそうか。かつ、まあ普通にその、うん、安くしすぎるとそのすぐに売り切れちゃって、お客さんに欲しい人に行き渡らない、このパックを向く体験とか、うん、このパックで遊ぶ体験とか行き渡らないと困るっていうのもあって、うん、まあ需要と供給のバランスで、うん、まあ、定価を
希望小売価格を超えちゃうことが多いっていうような性質の商品なんですよね。俺はまあこういうのに対してよくそのまあプレネが高いみたいな話ありますけど、はい、このモダマス1に関しては俺1200円はもうドンピシャな金額で高くもないし安くもないしっていうので、まあ程よいですよね。そう、もう全然高いなと思いながら買ってなかったんですよ。だから俺めちゃめちゃこの時は満足で、まあ、内容が良すぎて その希望小売価格設定がちょっとおかしいんですよね、うん、そうそうなんですよ。だから、うん、まあ、俺これの1200円っていうのは非常にいい思い出で、でこの後出るマスターズは全部1500円ぐらいだったじゃないですか。はい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 、あれは全部苦い思い出だったんですよね。はいはいはい、まあ市場価格ですね、1500円だったんですね。だから、はい、まあマスターズいっぱい出てますけど、俺唯一このマスターズだけは本当にもう満足オブ満足で、これ良かったですもんね、はい、うん、抜いたっていうので、だから俺的にも思い出深いし、ハレルヤが、まあ、大きくなった遊園、はい、ここにあるかどうか知らないですけど、まあ、ちなみにね、はい、モダマス何回か出てますけど、はい、2回ぐらい2、3回かな、最初ね定価で何百ボックスも売ってるんですよ。ちなみに通販の予約開始時、店頭派ですよね、はい、通販で最初の何百ボックス定価でよく販売してるんですよ、ハレルヤって。え、ハレルヤでマスターズが定価で買えるんですか？買えるんですよ、最初期に。マジっすか？はい。あ、そうなんだ。まあ、もうマスターズあんまり出ないらしいんで、はい、で、あんまり出ないっていうか出ない。もう出ないって言ってますもんね。メーカーがしばらく出さないって言ってるんですけど、うん、まあ、うちもその風評的なのも過剰にその盛り上がっちゃうじゃないですか、うん、プレネだっつって。まあ、そうですね。極端に、そのマイナスになっちゃうんですか、うん、誰もこの再録たくさんによって、うん、うちの在庫資産のめちゃくちゃ損失が何百万円もあることを、うん、誰も言わないですね。誰もウィザーズ文句言ってくれないのに、うん、希望小売価格ってあくまで参考価格で、うん、その各小売店って好きな値段をつけていいルールがある中で好きな値段つけてるんですよ、自分たちのリスクで。でそれを叩くのもいいんですよ全然、うん、なんすけど、まあでも買い取りもちゃんとそれに合わせてあの高いなんすけど、できるだけ頑張ってお求めやすい値段にするために最初の何百ボックスは定価で売ってるんですよね、はい、ああなるほど、何回か。ああ、ただあまり皆さんは瞬殺ですか、知らない方は知らないっていう、そう瞬殺なんですよ。瞬殺見たことないですけど、はい、行っちゃいましょうか。三千の旅に行ってきます。はい、ちなみにこれはトマロさん普通にジャーニーオブ3000円、はい、そうですね、ジャーニーオブ3000円なんですけど、はいはいはい、個人的に向いたりとかってし、てかなんかシールドやったりドラフトやったりってしましたか？ありますよ、しましたよ。あ、しました。じゃあ結構覚えてるますよね。はい、この赤いジャイグロですね。赤い巨大化。赤い巨大化どうですか？赤い巨大化ですね。赤い巨大化としか言わないですね。赤の方が、はい、あのタフネスまで上がる強化スペル少ないんで。そうですよね。赤の巨大化の方が緑の巨大化よりは、うん、その独自性があるというか、うん、回が効きづらいんでも強力ですね。これバットリって、はい、まあ、リミテやってると結構強いカードだと思うんですけど、はい、単純にジャイグロってリミテの中では、はいはい、やっぱその1万で3上がるっていうのは相当強いですか？その代わりその先生とか、あ、じゃあこの赤いジャイグロもかなり、うん、かなりマナコスト上のクリーチャーを倒せるんだね、はい、それによって。僕はね、巨大化は第5版あたりのね、ネズミのネズミが、そうです ですね、ヘビ食ってるやつですね。そう、あのトンボのやつよりやっぱネズミ派かな。なるほど。あ、そうそう、トンボもありましたね。ありました。トンボは全然、はい、そのジャイグロ感ないけどね、はい、で、こいつあれですね、こいつ元レアじゃなかったでしたっけ？4マナ55で基本地形からしか、生んだマナからしか出せないんですよ。ちょっとわかんないですね、レアでした。アンコだったかな、もともとアンコで共に下がったってことじゃないですか、はい、あ、かかな、はい。とりあえずこいつ、まあシールドとかやる分には基本地形ばっかだから、まあ4ターン目に出る55っていうので、インペリオスザウラー、皇帝恐竜みたいな、はい、皇帝トカゲ、リザードだから皇帝トカゲですね多分。あ、これ恐竜じゃないですね、リザードなんだ。多分普通ぐらいなんじゃない。あ、なるほど。じゃあ普通おそらくは、お、出た。これはもう今でも有名なあのインプですね、ドレッジ後の日本語名が全く思い出せないですけど、匂い草のインプ。あ、そう、匂い草のインプ、はい、こいつあれなんですよね、クイルインプ、あれ摂取じゃないんですよね、あの誘発のまんまなんですよね、ダメージ与えたら破壊するっていう、摂取にエラッタされないまんま。え、これ摂取じゃないですか？これなんか多分エラッタ食らわないまんま、多分誘発のまんまなんですよこいつ、おそらくですけど。え、今摂取でしたっけあいつの能力？え、摂取だと思いますよこれは。あれマジですか？でもモダマスになっても、はい、戦闘ダメージ限定なんですよ。あ、なるほどなるほど、戦闘ダメージ限定だから寿司ではない能力なんですね、はいはいはい、そもそも、ね、これ値段すると思いますよ多分。普通にそうですね、売って、ね、まあ金額モダマスの100円ぐらいになるかもしれないですね。で、あいつ霊気打ち、これ強くないですか、はい、これ6マナ44で、あの CIP でパーマネントバウンスなんですよ。そうですね、だからまあこれね、うん、普通に僕はこれは思い入れが深い。あ、そうなんですか。
いやこのカード何で使ったかって僕ジェース VS チャンドラっていう最初に出たデュエルデッキ、はい、あのアニメジェースの青タンと、はい、チャンドラの赤タン、はい、そう日本語版だとアニメのやつですよね、やつが表紙になってるデュエルデッキ、あれでかなり遊んだんすよね。あれでかなり遊んだんすか、珍しい。あれ面白いですよマジで、ありますよ今、いつでも使えるように。あのね、はい、めちゃくちゃ面白いですよあれの対戦。そのもうデュエルデッキって何かっていうと、はい、買うだけでそれで対戦して遊べちゃうっていうセットなんですよ。でデッキ2個入ってる、うん、で大体片方がめちゃめちゃ強くてなんか 2,3 回で飽きるっていうのが常だったんですけど、いやジェース VS チャンドラはそんなことないですよ。大体ね、はい、53対47、55対45でジェース有利ぐらいなんですけど、あ、めっちゃ接点ですね。でもちょっと、それよりも先手が有利っていうマジックの考えね、ありつつ、はい、いや、本当に奥が深いんですよね。あ、じゃあ、霊気打ちは、まあ、そこで結構遊んだわけですね。うん、いや、常に楽しくて、ザ・マジックみたいな感じで、そう、霊気打ちがそれに入ってて、結構重要なんですよ。赤に攻められて、はい、青が巻き返す流れの中で、巻き返しのキーパーソンみたいな。あー、なるほど、早期で使って。早期でも打てるし、はい。そっか、おお、これなんすか、俺全然知らないよ。日本語名は覚えてないんですけど、はい、岩のなんとかっていう火力で4マナ、4点火力、ターゲットクリーチャー、トレンスオブストーンピアース4ダメージトゥターゲットクリーチャー、まあクリーチャーに4点与える4マナのインスタントなんですけど、はい、あのね、ヒギっていう、あ、ヒギかこれ、ヒギ、あ、ヒギって言って、そのヒギ連携ですね、ヒギ呪文を、そう、ヒギ連携、ヒギ呪文を唱えるときにこのコスト払うとその効果を他のヒギ呪文に乗せれるっていう、唱えてるヒギ呪文に乗せれるっていう、あれすごい変な顔ですね。山2枚ケニアス下げると、うん、他のヒギ呪文に4点除去つけることができるっていうね。まあリミテッドでしたもんね、ないかな、ほとんど。でもリミテッドでは強かったですよ。まあだから、まあ、このカードを使わないでそのこの4点っていう効果を得られるっていうので、そうそうそう、アドを失わないで使えるっていう。そうですね、普通に4マネ4点除去でまあまあ、まあ強いですよね、インスタントで。それを2発打てちゃったりするんで、うん、まあすげえ、あの山2枚サクル4、うん、山2枚サクルを2回はきついですよね。まあそうですね、だからまあ1回サクっちゃうとちょっともうまだ基盤が、はい、もう壊滅的だけど。で次、これはもうめちゃめちゃ有名なあれですね。そうですね、うん、あいつ大鉄の違うかな、いや大鉄でやってると思いますね、大鉄だっけ、まあ呪文爆弾ね、赤の呪文爆弾だから、最近禁止になったクラーク鉄工所の、あ、そうですね、そうですね、うん、で1マナでイケネス下げてカードを引くこともできるっていう。そうですね、これ便利です ね、 いいですね。土地が止まってたらプロテクション赤のクリーチャー倒せるんですよね。確かに銀騎士を倒せる、はい、はい、刻まれた勇者も殺せますからね。いいっすね、これアーティファクトの火力で結構そういうマルチな強さがありますよね。強いっすね。でこいつなんだ、1マナのアーティファクトで3マナでサクルト、あ、ディッチャか、カプセルシリーズ、ね、ああ、沖怪獣ですね。そうですね、うん、まあ、これはまあまあかなっていうのは、うんうん、昔シール・オブ・クレンジング浄化の印、はい、浄化の意味かなっていうのがあったんですけど、うん、白無色位置で、うん、エンチャントで、ゲースゲート怪獣っていうのがあったんで、うん、それに比べるとちょっと重いし、アーティファクトのエンチャントよりやっぱ割られやすいしみたいな。で、まあ怪獣自体が、うん、まあ、2マナで打てるからコストとしてはめちゃ悪いんですけど、ただ置き系ってそのカウンターとかハンデスとか食らう前に置いておけるからっていうの で、 あとアーティファクトはなんかアーティファクトを並べておくといいことがあるっていう、そうですね、能力が結構能力とカードとかあるんで、うん、まあアーティファクトならではの良さも。神谷山っていうカードですよね。うん、まあ、でもリミテッド用にデザインされたって感じですかね。なるほど。モダンマスターズのセット的には。モダンで使われてるの見たことないですよね。確かにそうだね。モダンマスターズって言ってるけど見たことないですよね。で、次。これもあれか。ヒギ持ちのカードで、2マナでライブラリートップ5枚見て、はい、ソーサリーかインスタントを1枚ハンドに加えて、残りをそのボトムに置くっていう。そうですね、まあ、2マナで1枚カードは引けるよみたいなカードで、深淵の覗き見っていうカードで、これ3種類あるんですよね。なんか3種類全部揃うとなんかできるみたいなのもありませんでしたっけ。ありました、なんかね、青のね9マナぐらいのね、そう、伝説のクリーチャーなんか悪さできるみたいな、うん、なんかそれ全部唱えたら出てくるみたいな、ありましたね、そういうマジックでは珍しい特定のカードを参照する。神様物語のカードだったと思うんで、気になる方は調べてみてください。そうですね、まあ多分画像の、はい、コンボデッキとかでね、やっぱりインスタントソーサリー探せるんで。あ、そうですね、コンボデッキで活躍しましたね、うん、結構、はい、次、青爆弾、青の呪文爆弾、イーサースペルボム、1マナで、あー、クリーチャーバランスですね。このサイクルって全部そのシンボルの方はなんかその色の概念的なことをやるんですよね、はいはい、そうそう、このエキスパンションって確か全種類入ってないと思うんですよ。なんか特定の色だけのスペルボムだっ
だけだった気がするんですけど、いや、白、緑、黒もありました、ね、あ、ありましたっけ、ただ使われてなかったんです、ね、あ、なるほど、青と赤が一番使われてて、はい、次は白と青かなっていう回復とかバランスとかですね、うん、緑はない、なんか特殊のクリーチャーセルとかそんなんだった気がする。なんか変なとこですね、絶対パンプだと思いきや使わないんですよ、まあ、パンプだったかもちょっと覚えてない、でも土地をクリーチャーにするっていう、リミテッドでは使ったかもしれない。次、あ、これはなんか古文にしてはめちゃめちゃでかい87777。おお、で、こいつあれなんですよね、あの戦場離れた時にトークン出すんですよね。これはでもいいですよね、結構当時のリミテッドで言ったら、あの早期で5マナで44として出すこともできるし、まあ8マナで死んでも44残していくっていうのも強いし、まあ、ただね、リミテッドで、まあ、8マナ使ったら、はい、まあ、ゲームに勝つって書いてあるか、ほぼゲームに勝つぐらいの効果がないと、8マナだとね、大体の環境で ね、入れない方がいいですよね、もうこの、そう、ここで出したやつに対してバウンスとか打たれて、その総攻撃で終わったりみたいな、相当その死ぬ選択を取ることになりますからね、8マナでもっと豪快じゃない限りは。ということで、まあ、だから5マナ44ですね、ほんとに。そうですね。で、まあ、よほど、うん、ラッキーでも、まあ、普通の8マナ77この能力よりは早期がついてる分だいぶいいですね。まあ、そうですね。で、この早期も CIP じゃなくて、このこっちであの誘発するって珍しいですよね。そう、サクった時の方の誘発っていうのは。ね、で、こいつ、これなんだっけ、なんとかの巫女ですよね。刻まれた巫女かな。刻まれた巫女ですね、うん。刻まれた勇者のお友達的なね。そうですね、うん。だいぶ刻まれたシリーズ勇者以外強くないですよね。ハレジャー君に対するハレコちゃんみたいな感じじゃないですか。あ、いるんです。あ、いますね。確かにいた。その男女いるんですよね。ハレコちゃんか、うん、名前はちょっとね、怪しいですけど。定かではない。定かではないですけど。はい、僕としてわかんないですからね。そうですね、誰も知らないですね、じゃあ。そう、オフィシャルの名前ないですよ。だから名前募集します。募集中。でもハレコちゃんじゃないですかね。まあ、ハレコちゃんって呼ばれがちですね。ハレミかもしれないけど、語呂悪いんですよ。まあ、この方がいいですよね。で、これ3バースト、烈日付きで、はい、で、4マナしかないから、どうあがいても44にしかなれないわけですよね。その5マナ注ぎ込めないですもんね、烈日でここに。そうですね、まあ、なんか多分特殊なジョークセットで 0.5 マナずつ。あー、なるほど。統合も夢じゃないかもしれないけど、ちょっとわかんないですね。発想がすごいですね。俺なんかマナコストを重くしてとかだったらあったけど。そう、僕競技人である以前、はい、マジックファンなんで、やっぱ考えちゃうんですよ。アンヒンジとアングルードとかで 0.5 マナ出して、なんとかすればどうのこのムニャムニャみたいな。はい、そうですね。で、これ、で、4個カウンター取り除くと、1マナと4個取り除くと、ターゲットがどうするか。あー、なるほど。これなんか生きてて欲しかったですね、なんとかして。これ 3個とかにして、これはあれじゃないですか、最近のギミックで言うと、はい、これを増殖し続ければ確かにカード引きまくれるんですか、3枚ずつ。そう、しかもマナコストも安い。だから4個のプラ1カウンターさえなんとかすれば、はい、めっちゃカードが引けるっていう、そういうことですね。そういうことですね。カード3枚も引いたらまた4個乗せやすい。まあ、そうですね。デッキ構築うまければ、やばい、モダンで、そう、モダンで無限コンボ発見してみてください。はい、イエーイ。はい、あんこも1枚目がこれか。で、次、青い。青いのは、あれだったな。呪文ハメ。ハメが欲しい。でん。おー、来たー！スペルスネア、めちゃめちゃ強いカード。めちゃめちゃ強いですね、これはね。これ超強いですよね。このマジックにおけるこの先手後手の有利不利が、これ1枚で変わると言っても過言ではないぐらい。逆に言うと、先手だとあんまいらないんで、はい、これはね、もう後手だったらもちろん相手の先手にダメのアクションを、たった1マナでね、さばけるっていうのはめちゃくちゃ強くて、はい、ただ先手の時はちょっとそのね、まあそうですね、邪魔だったりするんで、まあ結構ね、余ったら処理できるような時じゃないですか。放送ビルのコストに当てたりとか、まあ、モダンじゃないですよね、はい、それが。ただまあなんかね、リリアナで、まあ、捨てるとか、まあ、そういうなんか後手の保険として強いですよね。で、まあマジックってそのまあ広いフォーマットある中で、はい、もうほぼ全てのデッキに2マナのカード入ってるじゃないですか。2マナのアクションがないデッキなんかないぐらい入ってるんだから、だから何かしらと、ステルステルとかそんぐらいですよね。だから何かしらと11交換取れるって考えたら、まあ先手取っても、そう、長くゲームするデッキだったらいいですよね。先手だろうが、ね、どっかで刺さるんで、ちなみにこれ多分ディセンションのカードだと思うんですけど、この当時に、はい、ディセンションで合ってるような、多分ディセンションのカードです。ディセンションでもアンコモンです。で、このカードを例えばそのスタン当時4枚とか積んで意図的に後手を取り続けるデッキってちょっと強そうじゃないですか。なんかこれで2ターン目の行動を阻害できたら、やっぱその後手でカード1枚引いてる分のアドバンテージで
なんかまくれそうな感じ しませんか、先手後手の有利不利を。腐るリスクもありますからね。相手2マナ絶対入ってるけど、はい、2マナそんなに効かないかもしれないし、はい、別に後手取って、はい、まあ、これ初手に引くの 40% とかそんぐらいですよね。そうですね、リアルな話をするとそうですね。そうすると別に後手で引かないゲームはきついんで、後手取るっていうの自体がもっとさらに後手取った方がいい理由がデッキに詰まってないとあんまりいけないですね。あ、なるほど。はい、ということですごい正論で粉砕されました。次行きましょう。マジレス、マジレス、マジレスされた。マジレスありな回数。いやいや、大丈夫です、はい、マジレス欲しかったです、めっちゃ欲しかったです。22、赤い22、はい、なんだろう、でもまだあれだよね、そのアンコモンだよね、なんだろう、なにこれ。あ、来た、パワーピッチャー。パワーピッチャーだ。まあ野球でいうピッチャーと同じ意味の単語なんですけど、うん、あのタール投げって言って、はい、まあ2点ゴブリンをね、イケニアに下げて、タップでゴブリンイケニアに下げて2点飛ばし続けられる。すげえ、エニーターゲット2点、その代わりゴブリンしか炸れないですね。そうなんです。で、自分自身も炸れるんです。あ、ほんとだ。あ、じゃあ結構強くないですか。結構リミテッドでは結構やり手でしたから、で、ゴブリンってなんか2マナ1-1でもう1体1-1ついてくるとか、そう、いますもんね。結構ゴブリンって、うん、トークンの種族でもあるんですから、ね、だから結構、あと3マナで毎ターンアップキープにゴブリン出るニガバナみたいなやつとかあるんですよ。はいはいはい、ラーにあったんですけど、だそれ投げ続けるみたいな、ね、いいんですよこれは、いい効果。え、これスタンでも使われるぐらいはあ、ないですか、さすがに。いや、何らかのゴブリン的ではなんか1枚入ってたことがあるよな、でもね、まあそうですね、まあ、だろうな。4マナ2で速攻あればね、速攻あればそうですね、うん、そう、めちゃめちゃ話が変わりますね。じゃあレア一応ね、はい、あよー、あ、でも緑だ、タルモ。ちょっと待って、タルモね、結構タルモも、タルモここで引いたら、その何年も、それハレリア、そう、ハレリアの、ハレリアが、あー、ダメだ、ダメだ、もうこれ、もうどうにもならないですよ、この際。これは、ハレリアがもらえます。でも多分あれじゃないですか、あの、はい、森滅ぼしの長老じゃないですか、もう知ってんじゃん。もう何回も引いたから、あなた何回も引いたから。あのね、お店では、あの、不用品回収箱は、そうですね、8。逆に初心者さんにタダで持ってっていいよコーナーも店頭にあるんですけど、まあその中に入ったら結構豪華な部類だと思う。そうですね、まあいや、それ入れる前にさ、それは抜かれちゃいますから、まあ一応あれですよね、はい、あのなんだろうな、いや、これそのブリーチから発射したりして、いや、全然いいカードですよ。そう、置物使われたカードもありますよ、になる。これ使われました、なんかエルフィレッグかな、うん、なんか緑の多分ね、コードコーリングからサーチ、あー、してきて、まあ確かにこの CIP で置物なんでも、置物っていうかパーマネントクリチャー以外なんでもいけますからね。これ何使ったんだっけな、いや、ハイパージネスにも入れてた気がするけど、なんか、うん、まあでもまあまあ、そんな第一線で活躍したことは少ないかなっていうか。でも今モダンで、あのブリーチとかでそのサイドから置かれるなんか月とかそういうのを割ったりみたいなので、まあまあ活躍は、月を買ってる状態で8マナ出ないですよね。あ、でもブリーチで、あの、あ、ブリーチでね、ブリーチで出して、ブリーチとは相性いいですね、確かに。で、それでまあちゃんとあのバラクーとか機能するようにしたりとか、あれですよね、これブリーチでいなくなったともう一回帰ってくるんですよね。そう、そうなんですよね、ちゃんとサクって眼鏡で戻ってきて、しかもそこでも誘発するから、眼鏡はしか使われましたね、眼鏡は強かったですね、嫌がらせやつ、はい、しかもこれ、うん、イラスト淡くて好きですよ、僕ちゃんに。あ、まあマジックっぽいですよね、これマジックなるよ。僕ね、イラスト拡大しちゃうんです、うん、コラボだからもう好き勝手やっちゃいます。どうぞどうぞ。拡大しちゃうんですけど、はい、いいっすね、淡くて、これは本当に。幻想的。幻想的クリーチャー。まあ、顔がどこなのか、今ちょっと、まあね、緑クリーチャーあるあるなんですけど、タルモゴイフに代表される顔どこよ。あと、緑クリーチャーあるあるですけど、結構近くで見たら、なんかその集合体恐怖症みたいなので、俺、ゾワゾワしますね、この辺。それはちょっと見ない方がいいですね。はい、ホイール頼む、あ、アーチファクトだ。アーチファクトね、このエキスパンション激アツなんですよ。いや、でもコモンとかそうなんですよね。じゃあ、あのこれであのほら違ったってなったらいいですけど、多分そうだから困りますよね、その布石は。確率の問題で、お、マステコアじゃない ?44、マステコア。モダンで使えないから採用されてません。あの、でもなんか他のマスティコはいるかも。違うな、でも44だな。マイアエンフォーサーでしょうね、多分マイアエンフォーサー、ほらな、当たった、イエーイ、マイヤの処罰者。いいじゃないですか、このレモンイエローな感じで。ときめく。多分ね、多分あれっすよ。はい。あの、これカードのイラストが、レモンイエローだったら、あ、入るわけですね。青のが映えますね、これ。はい、これで向いてみてください。これでもう一回やってみてください。なんかこれ 1から見るってことですか。いや、違う、これ。はい、あ、なるほど。はい、エンフォーさんのとこだけ。はい、ということで、じゃあ、あの、今日のホイールは、アーティファクトの44
つまりマイアイフォーサーじゃないですか。マイアイフォーサーです。イエーイ、映える。確かにほら綺麗、ほら綺麗。ビッグマジックさんの色みたい。しかもこれ、はい、あの新イラストですね、よく考えたら。そうそうそうなんですよ、うん、昔のはね、もうちょっとなんか緑っぽかった。そうですね、ターコイズっぽい、うん、デブが立ってるみたいなやつでしたね。500円もいかないんじゃないですかね、500円あーまあそうですね、ちょっとあのあーまあそうですね、こいつがいますからね。まあそう、500円ぐらいですからね。まあ、まあだったら、ね、そうですね、別にビッグサンダーマウンテン1回乗ってもお金増えないですけど、これはちゃんとちょっとキャッシュバックされてます。確かにちょっとお土産もありつつ、なんなら動画にも残って一生の思い出に、うん、そう、ね、そう、だからあの今ビッグサンダーマウンテン1回分の興奮とちょっとしたキャッシュバックがついてきたっていうので、はい、だから別にね、これも普通にそのすごいスリリングないい経験ができて、俺はもう満足満足です。また新しい技術試してるんで、やってる途中にこうフレームアウト引っ張るとなんか背景変わったみたいな。で、はい、この、まあ、スリリングなパックね、向いてみてえなって思う人はぜひね、ハレリアの自販機で3000円とワンプッシュで買えますんで買ってみてください、はい、結構ね、3000円はね、はい、いや、友達と向きたいですね。3000円は一人で向くにはちょっと高いんで。そうですね、向いて終わりはちょっと寂しいから、まあ、動画撮りながら開けてみんなで楽しむとか、はい、実際友達と開封するとか、まあ、それでね、モダマスでブースターブリッツしてみるとか、ね、ああいいですね。そういうなんか、はい、プラスアルファの価値があれば、まあ、3000円もね、そんな高くないってなるのかもしれないですね。そうですね、うん、だから実際いいカード出る確率高いから、そんだけする。そうですね、このワンコモンがかなり熱いとこですからね、魔力編とか入ってますから、ね、本当にモダンマスターズ1が出た時の衝撃はありましたもんね、うん、ありましたね、めちゃめちゃありましたね、やべえみたいな感じでしたから、はい、はい、皆さんもね、よかったら、うん、あの時のちょっと興奮がね、あのまた味わえて、はい、よかったです、はい、はい、もしこの動画面白かったという方はぜひね、この開封大好きさん、はい、後ろのチャンネルと僕ともハッピーのチャンネル、はい、そっちもぜひチェック、ご登録、よろしくお願いします。コメント、まあ何でもかんでも応援とりあえずお願いします。そうですね、応援よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。